ステーツビルはアメリカ合衆国のオスカロライナ州の西部アイアデル軍の都市であり同軍の軍庁所在地でもある2010年国勢調査での人口は24,633人だった週間高速道路40号線と同77号線の交差点に位置する1997年と2009年には全米都市省に挙げられたステーツビル商業歴史地区にある マディソンビル、1982年撮影1753年、スコットランド・アイルランド系の長老派教会員とドイツのルーテル教会員がステーツビルに入ってきて、肥沃な土地で作物を栽培するようになった。彼らはもともとペンシルベニア州で開拓を始めていた者たちだった。このステーツビルは、飼料に向く動物が豊富であり、水も豊かに得られた。 フォースクリークコングリゲーションと呼ばれた開拓地は隣接するソールズベリーの開拓地から西に4番目のクリークという新鮮な水流にちなんで名付けられた。開拓地の中心はマルタ小屋であり、そこで長老派協会員が礼拝を行ったものであり、現在では第一長老派協会が立っている。1755年、ノースカロライナ植民地総督のアーサードブスが ホースクリーク開拓地の真北約3マイルにフロンティアの砦を建設することを承認した。植民地の兵士が建設して駐屯した。このドブストリはフレンチインディアン戦争やアングロチェロキー戦争の時にイギリス領北アメリカの西部フロンティアを守った。ドブストリは軍隊の兵舎、防災、開拓者の逃避場、食料の保存場所、さらに インディアンとの交渉場所という機能を兼ねていた。1788年、ノースカロライナ州議会は、ローアン軍を分割し、新しい軍は、ジョージ・ワシントン政権で、アメリカ合衆国最高裁判所売席判事に就いた、ジェームズ・アイアデルにちなんで、アイアデル軍と名付けた。その1年後、州議会は、軍庁所在地にする地点を選定した。フォースクリーク・コングリゲーションが選ばれ、そこは、 ステーツビルと呼ばれるようになった。1833年にはすでにステーツビルの指導者たちが州内のピードモント地域と国内の他地域を結ぶ鉄道の誘致を始めていた。1858年までにステーツビルは急速に成長し、タバコとその関連省の生産品、ウィスキーの生産とブレンディングで州内で重要な場所となり始め、 根菜やハーブの大きな配送中心となった。1891年8月27日、長さ300フィートの橋の上で旅客列車が脱線し、7両が落下した。この事故で約30人が死んだ。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。